はい、えっ、ーえー、と、いざ、スリスプのことをですね、えっ、ー、とね、昨日えっ、ー、とちょろっとやり始めたんですけど、あの昨日はね、ほとんど町内会の仕事をしてましてね、えー、夕方からもう、何時間にわたるあの役員会で、ああーでもない、こうでもないって、あのえっ、ー 改善案についてあの協議をやってたのですけどもでそ,その前にちょっと時間あったもんですんでえっ、ー、と、えー、リスプスタット思い出してそんな見たことやったんですよあの。統計学ですね統計学パッケージ。あの朝ふっとね本棚を見たらねあのターナーさんって言ったと思ったけどな,なんか買い作った、えー、リスプスタットっていうあの リスプ上で動く統計学のパッケージがありましてね、私もその昔あのダウンロードして使わせていただいたんですけれども、えっ、ー、と、それを思い出して、で、いざスリスプに、まあ、そこまで本格的にはできないにしても、えー、統計パッケージがあったっていいよね、みたいな感じで、えー、やり出したんですね。まだほんの基本的な関数しかないんですよ。えっ、ー、と、平均、メディアン、モード、分散、 えと標準偏差あ最大値最小値あと,、えー、と標準化の関数なんかも言いたいなと思いつつまあちょっと3時間ぐらいかけてここまで書いてまあまああとの楽しみにみたいな感じ楽しみっていうかお勉強ですね統計学あ,のあんまり真面目にやってなかったんでほんのあれですわあの分散とか えーとメディアンとかその辺ぐらいまで覚えたけど、あとはもう全然さっぱりっていう感じなんで。えー、であの、一応ね、ライブラリーにはしてあって、えー、っと、こんな感じで、スタットっていうところに入ってて、例えば、えっ、ー、と、うん、なんだろうな、うん、バリアンス。あ、こうか。 与えると分散が出てきたりとかするようになってますね。これで合ってるのかどうかが怪しいんですがこれ何で確かめられるかね。あそっかエクセルにねあの、えー、と統,計パ統計関数ってのいっぱいあるらしいからあれとあの自分で書いたやつで計算すればまあいいかななんて思ってるんですけどね。あととちょっと これレディット英語版に問いかけるとひょっとして統計学詳しいリスパーさんい,いるんじゃないかと思うんですよね。俺さっぱりそういう方面あかんないんで誰かで手伝ってもらえませんかってうんでこの辺作ってくれる人がいると嬉しいななんて思ってはいるんですけどもまああの標準化ぐらいまではなんとか自力で頑張ってあと専門的になると私じゃ歯が立たないんでやっぱりちょっとねあの詳しい方に。 つのってのご貢献いただければななんて思っております。あとその過程で、えー、とバグを一つ見つけて修正しましたというの,あの、えー、とライブラリーの中でですね、えー、と特定の,あの定数を使う時にねダメだったんですよ。えーとね、このスタットライブラリーですけれどもライブラリーのスタット、えー、ここかに入ってます。えー、でその中でね、えー 数を使ってんですよこれこれモストポジティブフロートモストネガティブフロートってあの出てきますけれどもこれですねでこれがあのえっ、ー、と文字の中入れる時にあの うまくこれが機能しないってことをバグがあったことに気がついて昨日、えー、と急ぎ修正をしております。えー、まあ、こんなことで統計パッケージ統計ライブラリですねまあ、ちょっと着手したという感じです。もしあの詳しい方いらっしゃいましたらぜひあのお力を貸していただければ、えー、大変ありがたいと思っております。よろしくお願いします。あ、持ちえた。あれ